立花処刑は、奈良時代の皇族、九行。署名は、葛城の王で、親戚降下して、立花の宿根の地、立花アーソとなる。美達天皇の後営で、太宰卒、美濃王の子。母は、立花の道よで、孔明氏は、伊阜妹にあたる。官位は、小一位、左大臣。伊手左大臣、または、参院大臣と号する。 初代立花の市長者、和道三年無位から十五位下に直除され、翌和道四年馬領館に任せられる。元章朝では、霊気三年十五位以上、養老五年生五位下、養老七年生五位以上と順調に昇進する。仁紀元年、聖武天皇の即位後間もなく十四位下に除せられる。仁紀六年長屋王の変後に行われた三月の、女位にて正四位下に助せられると、 同年9月に、左大弁に任ぜられ、天平三年初漢人の推挙により、藤原馬会、丸兄弟や、田地平方森らと共に参議に任ぜられ、苦行に列。天平四年十三位。天平八年帝の採用と共に、母、立花の道代の姿勢である、立花の宿根世を継ぐことを願い強化され、以後は、立花諸家と名乗る。 天平九年四月から八月にかけて、天然島の流行によって、大上官の主犯にあった右大臣、藤原ムチマロラ政権を握っていた、藤原四兄弟を、はじめ、中納言、田地圏守らぎ政官が次々に死去してしまい、九月には、出資できる、重たる苦行は、三義の鈴鹿王と立花処刑のみとなった。そこで急遽、朝廷では、鈴鹿王家大城館に、 諸径を次期大臣の資格を有する大名言に任命して応急的な体制を整えた。翌天平十年には諸径は肖像位右大臣に任せられ、一条として一役大上官の中心的存在となる。これ以降、国政は立花諸径が担当、検討士での都道経験がある、下津道巻、玄房をブレインとして抜擢して、 聖武天皇を補佐することになった。天平十一年正月に、諸刑は十二位に、少女されるが、母の剣、犬飼道代の同族である剣犬飼石継を、近々の参議東洋部組で十四位下に少女させる。さらに、同年四月にはこの石継に加えて、自派の官人である、王の東人、小瀬名手間ろ、大友牛会を参議に任じて、実態として、 立花処刑政権を成立させた。天平12年8月に、多在省に、藤原博次が、政権を批判した上で、僧侶、玄房と、右衛氏、ただし、下津道薪火を追放するよう状況を行う。しかし実際には、国政を司っていた処刑への批判及び、藤原氏による政権の回復を起としたものと、想定される。9月に入り、 広ロが九州で兵を動かして反乱を起こすと、10月末に聖武天皇は伊勢国に行行する。さらに乱平帝後も天皇は平城系に戻らず、12月になると、立花諸景が自らの本拠地にほど近い国里に整備した国宮に入り、戦闘が行われた。天平15年11位、左大臣に助任され、天平官兵元年4月にはついに、 小一くらいに、登る回。生前に小一くらいに上された人物は、日本史上でも六人と数少ない。また残りの五人のうち、二人は、天皇の聖母、外祖母であり、最後に生前除位された三条を耳は没する、寸前であったため、純粋に感触を上り詰めて小一くらいの状態で、政務に当たったのは、藤原中丸、藤原長手と諸刑の史上三人に限られる。 しかし、同年8月に、皇権天皇が即位すると、国母、皇明皇后の遺構を背景に、大納言権痺れへ、藤原仲茂の発言力が増すようになる。これに先立って、天平17年頃より、諸啓の子息、奈良麻呂が、長屋王の維持である、紀文王を擁立して、無本の起祷を始める。この無本の動きに対する諸啓の動向は、明らかでないが、諸啓は、 中丸の対等に対抗せずに穏やかに処したとして、関与を否定さらには、奈良丸の動きを押し止めたとする、もの、積極的な関与がありのちの残限につながったとする、ものの双方の見方がある。校舎の立場からは、天平商法7歳に、以下開催された処刑による立場な奈良丸の乱の、関係者の邸宅での縁が、決起の勧誘、意思の疎通、 無本の具体的計画策定の場であったとし、それを裏付ける証拠として、後年立花ならマロの集結後に、乱の未然防止を目的として監視に、届け出のない官人の演習が禁止されたことを、挙げている。同年11月の聖無上皇が病気で伏していた、際に、酒の席で上皇について、不敬の発言があり、無本の気配がある旨、側近の助味宮森から残言を受けてしまう。 これは、11月28日に行われた立場が、奈良マロ邸での主演での発言を指すと想定されるが、上皇没後の講師問題について語り合ったと考えられ、前述の謀反に関して話が及び残言につながった可能性もある。この残言については、聖務上皇が取り合わなかったが、処刑はこのことを知りよく天平商法発歳2月に辞職を申し出て致死した。 天平商法9歳1月6日公挙。去年74。最終官位は前、左大臣生1位。初継の没後間もない同年7月に、子足の奈良マロは、立花奈良マロの乱を起こし獄死し,している。立花処刑が大上官の最高位となったのは、天平9年である。この年猛威を振るった天然党によって、政権の中枢にいた右大臣、 藤原むちまをはじめ三義藤原房崎、さ三義藤原麻呂、三義藤原馬会の藤原四兄弟がすべて病死、大納言だった処刑が大上官の主犯となった。この年の天然痘の流行は非常に大規模なもので、日本人口の25の35%あるいは30から50%が失われた。聖武天皇と、 孔明皇后の当面の政治的課題は、薬病で損なわれた国力の回復であり、孔明の意府系であり、藤原夫婦との娘を妻として、藤原氏とも、神話的な皇族の諸刑を主犯に据えて、皇族、貴族が一体となった、挙国一致の政治体制をとった。聖武天皇と諸系の関係は、聖武が、天平12年に、諸系の相良別業に行行して、縁を行い、 退院後の天平商法4年も行行するなど非常に親密であり、岩礁大乗天皇とも天平15年に南馬宮で複数開演を催すなど良好な関係を保っていた。諸系政権は国力の回復のためにまず軍事定員の削減や協力制の廃止など地方行政の簡素化を行うと同時に東国農民の負担軽減を目的として先森を廃止し、また、 諸国の兵士、検事を停止し公民の負担を軽減した。これらの兵士は、当時軍事的緊張下にあった白木に備えたものであったが、軍備を維持する余裕がなくなって、白木に対する強行策は転換せざるを得なくなった。さらに、天平15年には、農民人口の減少で荒廃した土地の再開発を、即べく、根伝永年資材法を発布した。合わせて、 国史軍事による前世も特例された。また、天平十二年の東国行行から十七年の平城京遷都まで、聖武天皇が次々に神道を建設して、遷都を繰り返した方向を5年の期間中、聖武が死ら木具へ行行した際、天皇の留守を守って政治を全うすることもしばしば言った。諸経は致死する天平商法8年まで大上官の、 最上位者であったが、上記のように、後見天皇が即位した、天平商法元年に、光明皇后が皇太后になったことに際して、皇后偶職から再編された、死び中隊の長官に、藤原中丸が就任して、諸系と並ぶ権力を手に入れた。諸系政権時代は、現実容認的な方針で運営されたが、天平商法4年頃から、 官人の後期引き締めや白木に対する高圧的な外交姿勢が復活し、この頃に政治の実権が藤原中丸に移行したことが見て取れる。天平商法4年の大仏海岸には諸刑も参加して武学の鼓を打ったが、天平商法6年等から渡ってきた岩人を右大臣、藤原豊成大納言、藤原中丸以下多数の官人が東大臣に拝礼した時に、 左大臣の処刑は参加しておらず、隠居に近い状態にあったと思われる。大友や貨もと信仰があり、万葉集の選者の一人とする説もある。映画物語好きの縁の巻に、昔、高野の女帝の御代、天平商法5年には、左大臣立花教処刑書刑諸教大部等集まりて、万葉集を選び級との記述があり、原略広本の裏書きに、 またある種の古写本の奥書きにも入っており、一定の信憑性を持つものとされる。後に戦学は、立花諸大友やかもの二人とも、戦説を唱えている。万葉集では八種の歌を残している。母の剣、犬飼道代は最初ミヌ王に嫁ぎ、桂ツの王、西王、室城王を生んだ後、ミヌ王と別離し、藤原夫人と結婚して、飛鳥姫を生む。 諸径は、不比との娘の多野と結婚しており、諸径たち兄弟と藤原氏の関係は良好であった。諸径は、皇族の出身であり元の名は、桂ツの王であった。立花の姓は、和道元年母の剣、犬飼道代に対して、当時の元明天皇から、杯に浮かべた立花と共に、立花の宿根の姓を与えられたのが始まり。三千代は、 天平五年に没死したため、この時点で、立花の宿根を名乗る者はいなくなった。三年後の天平八年に、葛城の王と弟の斎王が、母の立花の宿根の生を受け継ぎたいと、上表し、聖武天皇から、葛城王に対し、立花の宿根処刑、斎王に、立花の宿根祭の名が与えられた。その際に生と共に、立花は、 さえ花さえその葉さえ枝にしも触れど、い,いやと葉の木という宿家を岩礁大乗天皇から賜った。一般に皇族が指定された場合は、弟の際のように王の時の名をそのまま使うことが多い。諸刑という名は、彼が孔明皇后の異父系であり、聖武にとっても兄筋に当たることを強調したものと考えられる。なお、天平商法2年少年よりも格上の阿村の世が、 与えられ立花アソン処刑となった。立花の名は、処刑のこの立花ならマロが無本を起こしたため弟の妻の家族も含めて一旦途切れたが、その後処刑経載系とも立花アソンに服している。農書家として有名な立花の早なりと佐賀天皇の日で男輪皇后と称された勝子は処刑の彦にあたる。万葉集には、 遠説家を中心に短歌が8首載せられている。8首べてが大人英であって、独英歌は一首もない。また、万葉集巻8に、738年10月、右大臣立花教の旧宅で、大友やかもちらが、演員を行い秋の、紅葉を読み込んだ歌を作ったとあるなど、処刑の屋敷ではたびたび演が催されたが、その時の参加者や処刑自身の歌が多数万葉集に、 残っている。天平商法3年、大友やかもちが、諸刑の長寿をことほぐために作った次の歌が、万葉集にあり親密な関係にあったことがわかる。古にしえに、君の三代へて使い切り我が王主は七代もうさね。諸刑自身が、歌の批評も言った記録があり、万葉集の編纂についても、おそらく願書条項の意向を大した立花諸啓の命によって、 大友やかもちが編纂したという説がある。井出左大臣と呼ばれた立花処刑の邸宅や関係する社辞について確定した遺跡はないが、京都府井出町にある奈良時代の人員遺跡の井出寺跡が処刑が創建したと伝えられ、大門、中島、石橋、潜水などの地名が残っている。この付近には、聖武天皇が行幸したという記録のある、 相良ら別行もあったという説が有力である。また、井出町に近い木津川市の神オステラートが、立花の死の造営になるものとされている。他にも井出町内には、別行の意図と伝えられる、六角や諸刑の墓とされる、北大塚の古墳など、彼に関する史跡や伝承が多く残っている。美月天皇の五世孫にあたる、俗に本気による。ありがとうございます。